じゃ、行こうか。
今日はどうもお疲れ様でした、はい、お疲れ様。明日は早いんですからね、早く寝てくださいよ。わかってるっちゅうの、バーニーからギターもらったことだし早起きするって。本当ですよ、お願いしますからね。お疲れ様。大変だ、部屋の中がめちゃめちゃだ。泥棒かよ。電気、電気、おいちゃん、なんだってめえら。森重、やめろ。森重、やっべえ、一体どうなっちまってんだよ。やめろ、離せこいつ。お遊びはそこまでだ。こんな、逃げろ。大山、ソーディに続け。行くぜ森重。おい、ここ2階だぜ。バッキ野郎、そんなこと言ってる場合かよ。逃げろ。いいか、ネリガン警部、君の仕事は一刻も早くジギーとかいう日本人どもを逮捕することだ。はあ、どうした、何が気に食わん。レコーディングのスタッフがちゃんと証言してるんだ、奴らがやったってな。目撃者も証拠も揃ってるんだぞ。それなんですがね。ん？少々手回しが良すぎやしませんかね。なんだと。何でも総監は来年退職した後政界入りなさるおつもりだそうですな。いろんな筋のご機嫌がさぞ気にかかる頃でしょうな。何が言いたい。まあともかくバカな日本人がこの事件に関わっているのは間違いない。ロックバンドの赤いのなんぞいくらでもしょっぴいてやりますよ。参ったぜ。なんだってあんな奴らに襲われなきゃならねえんだよ。まったくだ、酔いが冷めちまったぜ。おい、あれ、あれ。ああ、すげえ食欲。ほんと、一体どんな胃袋してんだ、こいつ。くたくた。ところで、あいつら一体何だったんだ。さあ、レコーディングプロデューサーのバーニー・フェルドマン氏が射殺された事件で、捜査当局は目撃者の証言などからフェルドマン氏殺害の犯人を日本のロックバンドジギーのメンバーと断定。現在その行方を追っています。こりゃ一体どうしやす。やばい、とにかく逃げろ。おい、ちょっと待てよ。本人どもを逃がしただと。申し訳ありません、相当。裏切り者のバーニーを始末しても例のものがなければ何にもならん。奴らは必ず持っている。
絶対に取り返すのだ。奴らが現れそうなところは全て見張らせろ。空港、大使館、それに音楽関係、奴らがロッカーだということを忘れるな。失敗は許さん。いいな。参ったぜ。こんなところに来て水泳にマラソンとはな。俺たちは体系のバンドじゃないっつーの。一体何がどうなってんだ。なんで俺たちばっかこんな目に遭わなきゃならねえんだよ。チッ、そんなこと俺が知るか。なんだとこの野郎、人ごとみたいに言い張って。おお、やる気かこの野郎。どうやらここもヤバそうだな。とにかくどっか他移動しようぜ。一体いつまでこんなことしてんだよ。ホテルからできるだけ離れといた方がいい。ちょっと待ってくれよ。俺はギター持ってるんです。一体ここどこら辺だ。さあ逃げるのはいいけど、このままじゃ飢え死にしちまうっちゅうの。待ちな。あんたらよそもんだね。誰に断って人の島うろついてんだよ。ちょっと待ってくれよ。俺たちあんたらと揉める気がないんだからさ。ねね、揉める気がねえんならこんなところへのこのこやってくるんじゃねえよ。おい、こいつらジギーじゃねえか。ほら、さっきテレビでやってた。そうだ、こいつらジギーだ。殺人犯だぞ。なんだって。そうか、殺に追われてたってわけだ。違う、俺たちはやってねえよ。信じらんねえな。俺たちは無実だ。嘘じゃねえ、誰かにはめられたんだ。あんたらバンドやってんだろ。ん、うん、サウンドで証明してみな。面白いじゃん。いいとも、見せてやるぜ俺たちのロックをな。私はキャリー、ついといて。Here it goes!
丈夫ソニア。あっ、あのこれすいません、私のために。いいってこと。それよりあんたのボーカル最高だったぜ。俺ソニー、あんたはソニア。ソニアはね、普段はおとなしい女の子だけど、ステージに上がるとイカれたロックンローラーになる子なんだよ。今度はあんたらの番だよ。信じてくれてんだな俺たちを。あんたら次第だよ。よし行くぜ。やるぜ。この部屋は自由に使ってくれていいよ。ボロだけどさ。もうすぐ夜が明けるけど、ゆっくり休んどくれ。疲れただろ。すまねえ。今の俺たちにとっちゃ、あんたらは女神さ。最高だったよ、あんたら。今までのところ、奴らがロンドンを脱出した形跡はない。となると、現在もこのロンドンのどっかに潜伏中であると考えるほかない。問題は簡単だ。どっかのバカ、あの日本から来たろくでなしどもをかくまってやがるんだ。マネージャーの吉田を張らせてある。
奴らの知人でロンドン在住の者は全員当たってみたが白だった。報告では奴らにバックはないらしい。ではバートどうしたらいい？奴らの最大の特徴というとロックバンドであるということ。音楽関係者ですかね。その通りだバート。手がかりはそれしかない。熱狂的なファンか、スタジオの経類か、関係者の集まりそうなところは全てチェックするんだ。若いミュージシャンのたまり場なんかも洗い出して報告しろ。いいな。はい。それからウィルとライアン、それにリチャーズは手分けしてやつらのレコーディングのスタッフを見張れ。何のことかい？あいつ腕は確かなんだが、ちょっとしたことから借金しこたまこさえちまってね。え、なんでも最近はたちの良くない連中と妙な仕事してたっていうぜ。あ、どんな連中だって？さあよくは知んないけどさ、ヨーロッパにはいろいろあるんだよ。右翼とかファシズムとかややこしいのがさ。どう思いやす？ほらたちの事件に関係あるのかな。やっぱあるんじゃないんですかい？くそ、俺たちはバーニーとははっきり言って無関係なんだぜ。お前はギターもらったんだから関係あるだろう。無関係ってのは俺たちだぞ。そうだそうだ。お前らなさあできたわよ。焼きたてのパイよ。たっぷり食べてね。お、待ってました。いただきます。いただきます。もうこいつはいけるぜ。ほんと、うまいっすよ。はい、これ。あ、すまねえ。どう？ああ、もう最高。もう見てらんねえよな。これからどうするんだい？あんたら。ああ、とりあえずマネージャーの吉田と連絡を取りたいんだが。わかった。その吉田さんとなんとかコンタクトできるように仲間に当たらせてみるわ。すまねえ。起きろ！なんだ？出た！お化け！誰だ？うっ、かんな！ラララララ！
この野郎てめえら待ちやがれ。俺たちのためにソニア！ソニア！しっかりして、ソニア。痛い、痛い。手が動かないの。もうギターが弾けない。ロックをやっていけないわ。ソニア。じゃあロックやめちまえよ。てめえ、よくそんなこと言えるな。何度でも言ってやるぜ。そんな弱音を吐くくらいだったらロックなんかやめちまえ。なんだとこの俺は違う。俺はどんなことがあったってロックはやめられねえ。やめやしねえ。俺にはロックしかねえからな。みんな、言う通りだよ。安心して、私もう大丈夫だって、みんながいるもの。やっていけるよね、ロック。ソニア。Good night.
ありがとう、森重。バカ者が、これはただのギターだ。例の楽譜はギターケースの方に隠してあったに違いない。申し訳ありません、総統。この次は必ず私の命に代えても。お。この次か。失敗は許さんと言ったはずだ。またしても君の出番のようだな、シャフナー。頼んだぞ、シャフナー。くそー、めちゃくちゃにしやがって。今度会ったらあいつらただじゃおかねえぞ。見ろよ、奴らの忘れ物だぜ。あ？なんだこりゃ。カニ十字の紋章か。まさか、あいつら、俺たちじゃなくてギターが狙いだったんだ。なんだこれ。お、譜面だ。あたしゃ、譜面は読めん。あれ？これ五線譜じゃなくて六線譜だぜ。本当だ。しかもこいつは13音階まであるぜ。なんなんだそりゃ。おい、ひょっとすると奴らが探していたのはそれじゃないのか。あ？みんな、吉田とコンタクトが取れたよ。本当か。ああ、レコーディングディレクターのモーガンのところで待ってるってよ。行くんだったら私が案内するよ。変ね、人気がないわ。奥の部屋なんじゃないですかね。貴様ら、わざわざ出向いていただいて恐縮だな。よく来てくれた。あんまり気は進まなかったんですけどね。後ろのおっさんが熱心に誘ってくれるもんでさ。なるほど、君たちはどうも余計な手間をかけさせてくれるようだ。だがそれももう終わりにしようじゃないか。我々もこれであの楽譜を回収できる。バーニーを殺したのもてめえらだな。その通り、彼は我々に協力してあの楽譜を完成させた。にもかかわらず彼は楽譜を隠匿した。だから制裁を加えたのだ。それであんた一体どちら様？ユーゴ・ストロンバーグ、ネオナチスの指導者にして世界の支配者だ。やっぱりね。それであの楽譜は？見ての通りある曲の楽譜だよ。最も部外者には読めぬよう特殊な表記法を使ってあるがね。
あるパターンによって五線譜十二音階に変換すれば誰でも演奏可能さ。で、一体何の曲なんだ？ド変化の新曲だなんて言っちゃいけませんぜ。異性だけはいいな。ロックだよ、君たちの大好きな。なんだって？もちろんただのロックではない。いわば洗脳ロック。見たまえ、ここの設備を。洗脳ロックは最近のテクノロジーと先鋭的大脳生理学の輝かしき成果だ。我々はこの計画に莫大な資金を投入した。そうとも世界を牛耳る。巨大資本の多くは我々の同志だ。この洗脳ロックによって世界中の人間が一つの正しい理想のもとに結ばれるユートピアが実現するのだ。どうだ、我々の意図する思想の素晴らしさを理解していただけたかな。なるほどね。外国が物騒なのは昼も夜もねっていうわけだな。あんたみたいなやつがうろついてるってことはよ。おいちゃん、何するの。青2歳、ここに来て生意気な口を叩くのは許さん。いいな。洗脳ロックの発表は2日後のリバプール音楽祭。もう一ついいものをお見せしよう。これが演奏する4人のミュージシャンだ。超一流のミュージシャンだわ。まったくすげえメンツだぜ。マジかよ。言ったはずだ。我々には世界の巨大資本がついておるとな。これぐらいのメンバーを集めることなど造作もない。彼らはアトムズという新グループを結成することになった。リバプール音楽祭がそのお披露目というわけだ。あとは任せたぞ、シャフナー。待てよ、借りは必ず返す。遅いな、おいちゃんたち。はい。もしもし。君たちの仲間は我々が預かった。あ、警部、リチャーズです。言われた通りレコーディングスタッフの一人を尾行していたんですが、そいつがなんとストロンバーグ航空の飛行場に入っていたんです。ストロンバーグ、あの右翼の大立者か。よし、わかった。ご苦労さん。警部、今 A3 のケイラで耳にしたんですがね、一昨日の夜ギリアムスクエアで妙な乱闘騒ぎがあったそうです。それがどうした。その場所なんですが、今回うちでも洗ってる若いロッカーの土屋みたいなアパートで。ん、行くぞバード。あ、はい。なるほど、かなり派手にやらかしたようだな。そうか、銃も景気よくぶっ放したってわけか。警部。なんだ。これを。
だよ、あんたたちは。ヤド C1 のネリガンだ。ジギの連中はここにいたんだな。そうか、いたのか。知らないね。早く帰ってよ。令状はあんのかよ。奴らはどこ行った。知らないって言ってるだろう。今奴らの行く先を教えないと本当に殺人犯にされてしまうんだぞ。あんた、そろそろ時間だぜ。ああ、例の楽譜は持ってきただろうな。ああ、よし、こっちへ持ってこい。おいちゃんと大山はどうした。先に三人を返せ。キャリー、森重、言っておくが、君たちは命令する立場にはない。奴らの受け渡しは楽譜を受け取ってからだ。わかった。本物だ。ご苦労だったな。約束だ。早くおいちゃんたちを返してもらおうか。よかろう。おい、出てきたれぞ。総理、森重、逃げろ。どこの影だ、逃がすな。やりたいことやってくれるぜ。総理、一気に逃げろ。なんてこった。俺はもう二度とロンドンなんかには来ねえぞ。ジギーだな。話は聞いた。危ないとこだったな。奴ら追ってくれ。俺たちの仲間が。何？絶対あの車を捕まえてくれよ。分かっとる。スコットランドヤードを甘く見るな。あと逃がすなよ。こっちに来やがったんだ。早くしないと三人が殺されちまう。なんとかなんねえのかよ。マシンガンを撃っていたあの男、前にどっかで見たことがある。本当ですか、警部。ああ、確か C13 のファイルで。あいつだ。 C13？ ヤードのテロ防止対策。じゃあ、奴は極右テロリスト、しかもネオナチのシンパだ。だとすると奴の行く先はおそらく。
違うか。ここは飛行場なんだろ。ジェット機とかセスナとか後を追えないのかよ。バド、U ターンだ。はい。わあ、あった。飛行機ったって誰が操縦するんだよ。心配するな。俺は少年航空兵出身だ。そりゃ何十年前の話ですか。上等だよ。よし、計器類は異常なしだ。燃料もある。じゃあすぐ出発だ。行くぜ、森重。いや、俺は高いところはちょっと。そんなこと言ってる場合か。大山やおいちゃんがどうなってもいいのか。しゃねえや。出発進行。ケーブル、僕はバド、お前は俺の発信機を追って後から来い。応援も頼んだぞ。行くぞ。あんた、本当に元少年航空兵？俺は一体いつだと思ってんだ。入隊したその日に修正を。詐欺だ、止めろ。時間通りだな、シャフナー。はい。見えたぞ、あそこだ。後方より未確認機が接近してきます。何？バカが、撃ち落とせ。はっ。こいつはすげえや。いよいよ本性を出してきたな。おっさん、反撃だ、反撃。この機銃が使えれば。出た。邪魔見ろってんだ。整備班、第4エンジンの消火に当たれ。何をもたもたしている。ランチャーだ、ランチャーを使え。なんだありゃ。ランチャーだ、対空ミサイル。あれに当たったらこんな服用機コッパみじんだぜ。いいか、捕まっとれ。ダメだ、追ってくる。撃ち落とせ。俺がか。当たり前だ、俺は操縦してんだ。撃てるわけないだろ。早くしろ。
森重、確か銃撃ったことあるって言ってたな。頼むわ。バカ野郎、高所恐怖症の目が手を離して撃てると思ってんのか。後部座席のお前が一番いいんだ。早くしろ、捕まえててやるから。分かったよ、やりゃいいんだろ、やりゃ。早く撃て。なんでこんな目に遭わなきゃならねえんだ。やった。おい、もう一発だ、もう一発。クソ、勝手にしろ。やべえやべえ、まずいエンジンに来てる。ああ手間をかけさせおって。とどめを刺しましょうか。ほっとけ。くそ、これは時間の問題だな。ゴンドラだ、ゴンドラの下スレスレに飛んでくれ。よし。もっと上。早くしろ、もう持たんぞ。当たり前だ。森重、何やってんだ。根性捨てろ。言いたいこと言ってくれるよな、まったく。行きゃいいんだろ。早くしろ、墜落するぞ。おい、一体どういう神経してんだ。おっさん、すぐにアトムズのメンバーを救出しろ。無理です、追いつけません。生き残れよ。来た心地がしなかったぜ。ご苦労。お前何も考えてなかったな。ああ、まあな。間もなくリバプールです。世界に我々の新曲が発表されるのももうすぐだな。ええ、しかし相当、アトムズなしでは。心配するな、我々は代わりのロックバンドを抑えてあるではないか。そうだ、奴らにはたっぷりと償いをしてもらおう。なるほど。乾杯しようじゃないか、目前に迫った理想社会。話は聞いているな。早速演奏してもらおうか。輝かしき世界の幕開けとなるロックを。冗談でしょ。今さら勝手なこと抜かすんじゃねえよ。そうだ、頼むって言うんならバイト料くらい出せよな。もちろんお礼はしようじゃないか。ワンステージで破格のギャラ、おまけに曲がヒットすれば世界のトップミュージシャンだ。第一、断れる立場にはあるまい。諸君の命は私が握っているのだから。断る。何、俺たちは俺たちのやりたい音楽をやる。洗脳ロックだかなんだか知らねえが、押し着せの曲なんぞやりたかないね。ロックは俺たちの生き方、それを自分で否定するような真似なんてできない。それができるくらいだったら
俺は最初からロックなんぞやりやしねえ。バーニーの気持ちがわかるぜ。やつは金欲しさにロックの魂を仕入れしまった自分が嫌になったのさ。そうだ、バーニーも結局自分のロックを選んだんだ。本物のロッカーならお前らの言いなりになんて決してならねえぞ。なるほど、どうしても嫌だというのならシャフナキャリー、女の命まで本物のロックとやらのために犠牲にできるかな。くそー、汚ねえぞ。私のことなんか構わないで。あんたらはロッカーでしょ。自分たちを信じて。キャリー、キャリー、あ、森重お遊びはここまでだ。とっととステージに上がってもらおうか。いいか、この部屋は特殊ガラスで外からは見えん。ちょっとでも逆らってみろ。この女の命はないと思え。そしてお前たち全員の命もな。我々は客席からお前たちを狙っている。死にたくなかったらその楽譜通り演奏するのだ。ギャリー、どうする、どうするんだよ森重。何をグズグズしている、早くやらんか。どうする、どうしたらいい。早くしろ、女の命がどうなってもいいのか。私のことなんか構わないで。あんたらはロッカーでしょ。自分たちを信じて。赤いバラの花を敷き詰め、俺は眠ろう。シャンパンの雨果てに俺を酔わせておくれ。バカめ、曲が違うぞ、早くやめさせろ。このくちゃ。主催者のストロンバーグだ。奴を捕まえろ。